はい、どうも、りょうへいです。よろしくお願いいたします。はい、本日はラガーズの関東での試合ですね。武蔵さんとの一戦になります。まず先頭斉藤さんは足を使って出塁となります。2番に翔平、この時に斉藤さんがスタートを悠々と盗塁成功です。本当に足速いですよね。そしてこれ、翔平の時にインコースのカーブかな、スライダーかな、に手が出ず三振となってしまいます。続く3番に柴田さんが入ります。これ頭にコツンと当たってるんですよね、頭部へのデッドボールとなってしまいました。皆さんヘルメットは必ず被るようにしましょう。今回は変化球でヘルメット被ってたんで大丈夫だったんですけれどもね、まっすぐもろに当たると危ないんで。はい、続く4番谷中はフォアボールで出塁となります。で、5番高橋さん、この時にキャッチャーがちょっと弾いてしまってる間に、まあ足速いからね、それは返ってきますよね。斉藤先輩が生還して先制点。すみません、ここからちょっと得点が変わってないんですけども、ここで1点ですね。今後の得点ちょっとプラス1点で、お願いします。すみません、失礼しました。そしてなおもチャンスで高橋さんが外野フライで、これが犠牲フライ、きっちりと犠牲フライを決めて追加点となります。これが2点目ですね。すみません、訂正になります。はい、続く6番の石田さん、打ってこれがライトを越える。そして伊佐さんは走る、谷中が帰ってきてさらに追加点と。伊佐さんはなおも走って、はい、三塁へスリーベース。なおもチャンスが続きます。ツーアウトでキャプテン神田さん、これただ引っ掛けてしまい、ただダッシュでどうなるか、ただファーストバリアーズアウトとなり、まあ、この回でも先制することができましたね。初回に先制できたのはでかいんじゃないかなと思います。はい、この日のマウンドはヒロトが上がります。先頭まずしっかりとサードゴロに打ち取ります。まあ、大事な先頭ね、試合の入りの先頭を打ち取れたのは大きいんじゃないかなと思います。はい、お次の左バッターへのこのボール、よいしょ、アウトロービタビタのジャーソルキング、ナイスボールだね、これはヒロト。はい、お次、これね、ちょっと申し訳ない、俺のキャッチングもある、本当はあそこで振ってくれるかなと思ったんだけど、ごめんヒロト、これは僕のミスですね。はい、お次のバッター、これコツンと当てたボール、ヒロトが丁寧に処理をして初回を無失点で終えることができました。ナイスピッチングですね。はい、続く2回、先頭は良平、これ思いっきり振ってくるんですけど、どんずばりどん根っこですね。どん根っこって言葉あるか分かんないけど、思いっきり根っこで、はい、痛がっております。続く、9番はヒロト、これも似たような打球ですね。ちょっとヒロトも最近ちょっと調子が落ちてきて、8番9番が自動アウトですね、これだと。で、斉藤先輩は三振1点して、この回はランナー出せずにチェンジとなってしまいました。まあ、続く回もヒロトが投げるんですけれども、先頭のフォアボールマジでいらないです、これは本当にもったいない。続くバッター、この時にショートの裏、センターレフトの間にポテンと落ちて、これでピンチとなってしまいます。で、これはちょっと当たりが不運でしたね。ここからどうやってピッチャー攻めていく、ヒロト、さあどうする、これが変化球で三振に、これはうまくタイミングを外せた、いい変化球ですね、ヒロト、ナイスボールです。はい、お次のバッターは、これがピッチャーフライになり、インフィールドフライですね、インフィールドフライで2アウトとなります。さあランナー走った、三盗、これを敗北しっかりさせることができました。三盗を阻止し無失点で、ノーアウト1、2塁を無失点で切れたのはでかいんじゃないかなと思います。はい、ピンチの後チャンスありか、先頭の翔平、これはただショートゴロとなってしまい、ワンアウト。続く、柴田さん、ドカンと、よいしょ、これがクリーンヒット、レフト前ヒットですね。いやー、綺麗なバッティング、ナイスバッティングです。さあ4番谷中、続けるか、これエンドランなんですよね、走っちゃってるんですよね、で谷中上げちゃってるんですよね、いやー、もったいない、実にもったいない、エンドラン戻れず併殺、ちょっと嫌な流れが来てるんで、ピッチングで払拭できるか、先頭をしっかり三振に、ナイスピッチングです。はい、お次のバッター、これ、いや、うん、ちょっとこれは僕もやりすぎっすね、はい、すいません。はい、そして追い込んで、これがフラフラーと上がった打球、サードの裏、ショート追いついたが、これで落としてしまいます。谷中の、珍しいですね、谷中がこういったエラーするのは、まあ難しいところに飛んでるので、ちょっと仕方ないかなっていうところです。はい、そして
これもめちゃくちゃ高く上がってるんですよね。まあ、声出して声出してと言って、キャプテンのセカンド神田さんがしっかりとフライをキャッチです。はい、ツーアウト。はい、そしてこれキャッチャーにフライが上がってめっちゃスピンかかってるところを、はい、両平スライディングキャッチ。この回も無失点で抑えることができました。ナイスピッチング、ヒロト。はい、いいプレー、まあ、自分で言うのなんですけど、いいプレーが出た後、先頭高橋さんがセンター前に落とす、しぶとく落として先頭出塁となります。続く6番石田さんの時にファースト牽制、これがそれるんですよね。でどこまでいけるか、どこまでいけるか、はい、3つまでいきましたと、牽制ミスのやに一気に3塁まで、進塁しています。さあ石田さん、おいしい場面ですよ。追加点なるか、これもレフトへ。ただ最初からめちゃくちゃ深く守ってて、いい当たりもレフトフライでも犠牲フライには十分です。ナイスバッティング。これでさらに、待望の追加点ですね。1回以降久々の追加点となります。はい、7番は、神田さんです。これもフラフラと上がってるんですけども、ライトちょっと臆測ミスだったのかな、多分普通に取れたライトフライだと思うんですけども、これが抜けて神田さんは一気に進塁し、これが3塁まで行ったのかな。はい、そしてこの間にまたバッテリーミスがあって1点を追加しております。そして8番の良平、今回は自動アウトにならないようにしたいと、ね、またライトに上がって、これもちょっと1回ライトが前に出てきちゃってるんですけど、まあ、そのおかげで抜けてくれて、良平は一気に、さあどこまで行くか、これも3塁まで行っています。はい、無駄なヘスラ込みで3塁打となります。これさっきのキャッチャーフライで肘すりむいて流血してたので、ヒロ君に大丈夫かと言われていますが、大丈夫でした。はい、ということで人の心配してないでヒロト打ってくれ。これも引っ掛けて、ちょっと引っ張りの引っ掛けじゃ僕も帰れないのでね、申し訳ないけど、ちょっとこれはヒロトで攻めて逆方向に行ってほしかったところです。はい、そして1番の斉藤さん、これファーストゴロとなってしまい、チェンジとなるも、まあ、リードを保ったまま前半戦終了です。後半戦もヒロトがマウンドに上がります。チャンネル登録よろしくお願いします。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではアイシャー翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。